またやるぞ。前回ね、ほんとあと一撃っていうくらいのとこまで行ったんだけどやられちゃったからね。攻撃力がめちゃくちゃ高かったよね。HP をもっと高めないとダメかね。動きはね、これまでと変わらずな感じだから、特殊なことをしているわけじゃないんだけどね。危ない。お、馬だけに入ったか。上にも攻撃与えたいよな。1回の致命じゃ倒せなかったからね、この前。当たってない。そもそも当たってない。やばい。あの大振りに当たったんだよね多分、昨日の最後。ちなみにこの夜の騎兵、これで5体目だよな確か。あ、届いてない。オッケー、やだった。あ、今攻撃できたかな。あ、しなくてよかったか。届いてない。地味にずらされた。たったー、よし。次の一撃で馬は落とせるかな。あ、まだだ。もう一撃だったか。で、やっぱり致命じゃ倒せなさそうだよな。ここ。OK、落ちたー。で、あれに巻き込まれたら大ダメージ受けちゃったから、あれ注意だ。外した。あとは馬じゃなくてなるべく本体の方を狙おう。さあ今度こそ倒すぞ。あと2発かな。一発で死んでくれるかな。
違えた。出すならもっと早く出さないと。両剣のステップ手に入ったね。